サーダリーもようやく本気を出してきたか。手応えのない奴らばかりで退屈していたところだ。いや、ラルド、それは違うぞ。こいつらの面を見る限り多少はマシかもしれないが、下っ端であることに変わりはない。ほう、しばらく見ぬうちにでかい口を叩くようになったな。俺たちの顔を忘れたってんなら思い出させてやるまでだ。忘れるわけがない、あの屈辱。貴様らリケロスは卑怯な手でジェイダン様を人質に取り、ランダルを支配した。卑怯な手だと笑わせるな。ああそうさ、戦に卑怯もクソもあるかよ。下せぬのは貴様だ。貴様は確かエルドリックと言ったが、武器商人ギルドのものだな。そうだ。貴様のところのガーブルには随分と足元を見られたものさ。だが我らが銃を融通したことでランダルはリケロスの支配を脱することができた。ああそうだ。だからこそ解せない。武器商人ギルドはリケロス壊滅のきっかけを作った。それに間違いはない。それなのになぜお前たちが共同している？まだわからんのか。その程度の因縁なぞサーダリー様の元では取るに足らぬこと。俺たちはもっと大きなことのため、このアードラ統一のために戦っているのだ。偉そうな口ぶりだが、所詮はサーダリーに媚びへつらい、おこぼれに預かるだけの小物。なんだと。ほう、怒っているのか。まあ人間誰しも本当のことを言われると悔しいものだからな。何がおかしい？俺たちが偉そうな口ぶり？そっくりそのままお返しするぜ。見たところまだジェイダンは前線には到着していないようだ。それがどうした？我らリケロスを滅ぼしたのはランダルだ。ジェイダン一人にしてやられただけだ。それはお前たちもよーく分かっているだろう。そのジェイダンがいないんなら俺たちがわざわざ手を汚すまでもない。武器を売る以外にも少しは働きやがれ。国が滅びてもなお卑劣なところは全く変わらぬわけか。エルドリック、ここまでされても
お前はサーダリーのために命を懸けるのか。好きだらけだぜ。くそ、舐めやがって。大丈夫か？こんなに傷ついてかわいそうに。エルドリックにこんなひどい仕打ちをするとは。ああ、まったくだ。こいつら人手なしだぜ。かわいそうだと？ふざけやがって！貴様らこそ、自分は戦わずエルドリックばかりをけしかけているからではないか。俺たちがけしかけてる？当たり前だろ。もしかしてお前らまだ気づいてないのかよ。何がだ？こいつイーザグの民なんだぜ。なるほど。だからガーブルに仕え、武器商人ギルドに。最下層の者どもだ。最前線に送り込まれ命を落とすのも当然だが、俺たちはそんなイーザクの民とこうやって共に戦っている。そう、その通り。俺たちイケロスは慈悲深い者たちの集まりだからな。それに引き換え、お前たちはイーザクの民相手に容赦なく。当然であろう。ほう、イーザクの民などいくら傷つけても構わないと。勘違いするな。俺たちランダルは生まれや育ちで相手を差別するようなことは断じてない。口では何とでも言えるさ。ジェーダン様はクリスタルの洞窟をするフェネスを退治しつつ、イーザグの民を可能な限り解放してきた。それは紛れもない事実。だが貴様ら教会はどうだ。フェネスを使って各地からイーザグの民を集め、消耗品のごとく使い捨ててきた。何か言いたそうだな。貴様らの哀れみなど無用。いいぞエルドリック、もっと言ってやれ。イーザグの民を解放しただと？冗談じゃない。仕事と寝る場所を奪い放置しただけではないか。だから俺たちは再びフェネスに戻るしかなかった。わかるわけもあるまい。俺たちの気持ちが分かってないのはお前だ。イーザグの民は確かに不幸な歴史を背負わされてきた。それは事実だ。ならば聞くが、お前はどうされるのが望みだ。イーザグの民が我らを支配し使役するようになれば差別のない世界となるのか。違う、断じて違うはずだ。そこに新たな妬みや憎しみが生まれるだけではないのか。だからジェーダン様はイーザグの民を優遇することもないかといって蔑むこともない。生まれなどに縛られず、実力のあるものを一切の偏見なく重用する。それが、それこそがランダルだ。わからぬのならば
それでもよい。我らは我らが正しいとは思っていない。また我らの考えを押し付けようとは思わぬ。だがどこまでも相入れぬのならば敵とみなす。それだけだ。覚えてやがれ。そろそろジェーダン様がこの最前線へと合流なさる頃合いだな。だがサーダリーの姿はまだ見えてこない。もうひと踏ん張りして前線を押し上げるか。ああ、そうだな。長きにわたるランダルと教会の抗争に今日こそ決着をつける。どうしたんだい、ハリム。突然立ち止まって。急がないと追っ手に追いつかれちまうよ。来る。どうしてゴーガが前方から。鳥などを使ったのかもしれない。ってことはこいつらはランダル城の周辺に潜んでいた奴らね。追いつかれた。どうする。どうということはない。強気ね。足手まといとなるならここに置いてゆく。え、絶対やだ。来るよ。キリがないわ。どうしよう。こうしている間にもゴーガの援軍がどんどんやってくるし。突破する。え、無理だよ。ならばここでのたれ死ね。あんたおとなしそうな顔してるのに言うこと結構厳しいんだね。もしかしてハインドラでいじめられてるとか。それならうち来ない。うち。うん、あたしたち最後に。断る。即答かよ。私はレズニック様に大変よくしていただいている。感謝こそすれ。ハインドラに不満などない。おう、そうなんだ。よかった。よかった。どういう意味だ。私はお前たちサイガには加わらぬと言っているのだ。なぜそれが
よかったなのだ。え？だってハインドラに不満はないんでしょ？その通りだ。だからよ、うん、あれ？私変なこと言ってる？強行突破するなら急いだ方がいいんじゃないのかい？そうだな、行くぞ。了解、ランダル城へ急ぎましょう。止まれ！何者だ？大丈夫、全然怪しくないから。怪しい奴は皆そう言う。そうなの？さすがに物々しいね。入り込んだゴーガの忍びを逃がさないようにってことかい？貴様ら、なぜそれを？そうやってすぐに先立たないでもらえる？そうそう、私たちエランって人の使いで来たんだから。デタラメを申すな。はあ、嘘じゃないのに。そもそも貴様らは一体何者だ？あたしはアリム、サイガの忍びの長。我らランダルはサイガとの交流はない。ああ、なんで分かってくれないの？これならどうだい？この探検、エランから預かったんだよ。まさか、それは。そう、あんたんとこの王様から賜った命より大切な品らしいね。なぜ貴様がそれを？だから私らはエランの使いでここに来たって言ってるじゃない。これは失礼いたしました。エラン様の使いならば通さぬわけにはいきません。しかし責任は自分が取ります。分かった。さあこちらへ。もちろん現在ここで指揮を執っておられるエルシュラ様のところ。この先は地下牢、違うとは言わせぬぞ。どういうこと？なんで私たちを地下牢に？エランの使いで来たのは本当なのに。だからこそ。ゴーガ、それじゃお前は死ね。
見事な腕ね。あなたは第二部隊煉獄の副長エルシュラ。あなたがネア、久しぶりね。私が説明します。というわけなんです。信じてもらえないかもですが。いいえ、信じるわ。このランダル城から何名もの使いの者を送り出しているの。それなのに誰一人としてジェイダン様のもとへたどり着いていないようだし。でもこれでようやく外の状況が理解できたわ。では早速エラン様の伝言通りの準備を進めます。ええ、頼んだわ。アライア様は。ああ、そうね。あなたの使命はアライア様のご無事を確認することだったわね。安心して、厳重に警備をした天守においでになっているわ。え？ランダル城の状況ってそこまで悪いんですか？情けない話だけど真実よ。エランに感謝しなくちゃね。あなたたちのような戦力を送り込んでくれたこと。え？戦力ですか？私たちが？主戦力を欠いているとはいえ、豪が如きに遅れを取るなんて情けない。きっとそう思うでしょうね。でも話はそんな簡単なことじゃないの。ゴーガは姿を変える。そうよ、ゴーガの忍びたちはランダルやハインドラの兵に姿を変え、この城中にいる。誰が味方で誰が敵なのか疑心暗鬼となることで、兵同士の信頼や連携が失われていくわ。アライア様をお連れして城を捨ててしまえばどんなに楽なことか。つまり私たちにゴーガ退治を手伝えと。あら、そのためにランダル城へ来てくれた。違うの？私はアライア様をお守りするため。私たちは、すみません、その前にやることが。どうしてもやらなくちゃならないことがあるんです。それが終わった後なら。ええ、それで十分よ。ありがとう。クレイス、あなたはネアをアライア様のところへご案内して。はい、承知いたしました。どうしたの？グリファード様は。それが悩みの種よね。何か問題があるんですか？グリファードは任務の失敗から勝手に軍籍を離れ、酒に溺れる日々が続いているわ。それはジェイダン様もよくご存知のはずなんです。なのにどうしてこんな大切な任務をグリファード様に。でもこのこと伝えないわけには。そうね。グリファード様は今どちらに？心配はいらないわ。私の方から手配しておく。彼が暮らしているのは
この巨大なランダル城はすでに使われなくなった旧区画、老朽化も進んでいるから立ち入りが制限されているの。なるほど、だからお見かけしたことが一度もなかったんですね。あ、エルシュラさん、私たち行きます。時間がないので。エランのところ？分かっちゃいました。あいつにもしものことがあれば、老賃をもらい損ねてしまいますから。あなたたちへの報酬なら、私たちから。私たちはランダルに雇われたんじゃないんです。あのエランとかいう生意気な男に雇われたですから。義理がたいのね。ああ、わかります。それがゴーガと違うところですから。ありがとう。ランダル兵が必要ならば遠慮なく言って。いいえ、私たちだけで十分です。エランをお願い。どうか気をつけて。はい。あなたとネアはアライア様のところへ。承知いたしました。私は急いでグリファードと接触するわ。気が進まないけど。申し上げます。どうかしましたか？戦場にてリオニスの軍勢を確認したとの知らせです。おお、ようやくオイス城から出てきましたか。リオニス、思ったよりも早く復讐の機会が。あなたの祖国ウェゼットはリオニスによって滅ぼされたのでしたね。あのモントという男は俺が大切に育ててきた氷河を破壊した張本人だが、実力でではない、ただの偶然、勢いだけで。それなのにグオーモントはあれが己の実力と言わんばかりに思い上がっている。となれば少々懲らしめる必要があるのだ。奴が一番苦しむ、悲しむ方法で。そこの僧兵の諸君、砲台を運んでくれ。お前たちも前線へ向かいなさい。承知いたしました、サーダリー様。必ずやランダルに滅びよ。さて仕上げに入りましょうか。ハインドラのオベロンが戻ってくるまで生き延びることはできますかね。どうした？どこの国の人か分かんないけど、
またクリスタル教の信者たちも。まあ、あの人らは近づかなければ害がないからな。そうね。幸い、こっちに気づいてないみたいだから、迂回する？うん、それが良さそうだね。今度は何？砲撃が来る！伏せて！どうしたの？砲撃が前方に落ちた。こっちに飛んでこなくてよかったよね。どうしちゃったの？あの砲撃が狙ってたのは私たちじゃないの？そんな。これは。じゃあ、この人たちを狙ったってこと？うん。こうしてられない！早くこの人たちの治療をしないと！そうだね。そうはさせぬ。助けて。痛い。早く我らを倒さないと手遅れになるぞ。まさか。このために信者に向けて砲撃を。さあ、どうした？また出たわね。かかってらっしゃい。おとなしくオビス城に引っ込んでいればいいものを。己の愚かさを地獄で食えるがよい。そうはさせない。ようやく王のお出ましか。こんなにたくさんの僧兵が。無理よ。こんなにたくさんいたら絶対勝てないよ。大丈夫だ。エトア、イエルマ、ナーシア、君たちには指一本触れさせはしない。だから君たち三人は勇壮を守り通してくれ。でもきっと敵は私たちじゃなく
モント様を狙ってきます。僕のことならば心配はいらないよ。笑わせるな。これだけの数を相手に貴様一人でどう戦うつもりだ。モント様。僕は一人じゃない。僕には背中を任せられる男が一人だけいる。それってまさか。シュテル様のビジョン。リオニス城の地下から巨大なクリスタルが浮上する前、フェネスの中隊を僕たちはたった二人で壊滅させた。シュテル、行くぞ。ありがとう、シュテル。モント様。君たちはここに留まり、民衆の治療に専念してくれ。モント様は最前線は近い。まさかお一人でサーダリーの元へ。無茶です、そんなこと。苦しいのは僕たちだけじゃない。サーダリーに惑わされた民たちはもっと苦しんでいる。彼らを一刻も早く助けてあげたいんだ。ランダルには任せておけない。厄介ね。うん、とりあえず戻ろう。では教会側が有利に戦を進めている。はい、そのように見えました。ウェズエットから運ばれてきた氷河の砲台に苦戦しているようです。私たちの戦力はここにいる者が全て。他国の軍勢のように兵士たちはいません。ではランダル軍の動きに合わせサーダリーを攻撃する策は。肝心のサーダリーの強さが未だに未知数。ではしばし戦況を見守ることに。いいえ、動くのならば今しかありません。報告によれば教会は祈りやつぶやきまで戦場に駆り出しているといいます。それはまさしく総力戦となれば。教会を襲撃します。うっ面白いじゃない。私は賛成だよ。
ですが。いかに手薄とはいえ、教会を攻め落とし占拠しようというのではありません。信仰の本拠を攻められればサーダリーは動かざるを得ないでしょう。なるほど、そうなればサーダリーは撤退するか、それとも部隊を分割し教会の守りに回すしかなくなります。いずれにせよサーダリーの軍勢は弱体化する。そうと決まれば早速行動に移しましょう。